頭天にされ神戸好き慈悲らに競争のかフフ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 フそうだ、かつての私も耳にした音だ。日の本、織田の威風をいざ広めようぞ。拙者が競ったとして何を持ちこたえられることか。見ろよあいつらのあの組み合いそうな顔。燃え尽きるわしに凍てつくもよいでしょう。ほら耳を澄ませてみろよ。この耳はまるでお市様の声だ。私が率いていた兵をこのようにして崩れ折れていった。あなたは果たしてどこまで耐えしのげる。神速の剣見えましたか。様は飢えておられる。貴殿らも運がなかったな。剣心様を侮辱した罪、その身をもって償え。他の花にて誇るか知るか。我がままぞ世のごとく天満までいて舞い戻ってみせい。もとより世が惑う尋常なるには歩めぬ道。頭が成功の時が来た。わしからは織田へと叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。夫人の再構築確かに受けたまわりました。聞こえてきたであろう新たなる戦慄。そう戦慄が世に認められたくは言わずともしていいよ。また新たなる怖い色が。一体何だ。もう人のいるべき場所ではない。ひどいこと言わないでくれよ。怖いんだよ。生き絶えるこそもの。ははっ。かつての私が抱いた恐怖を理解したか。ならばこれにて終局だ。この先は私だけのものだ。私はあなたのように慈悲深くはなれない。存在としての器が違いすぎるのだ。今よ先よ行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。月見酒も早幕引きか。ん？酔いも覚めたわ。徳されい、あるいは凡我となり果てよ。魔王織田信長、行き手打つにふさわしき相手。官軍気取りか。落ちぶれた者よ。所詮は世も故により逃れられぬものであるか。見定め導く。
それが私の宿業。どうにも切なきものです。